はい、こんにちは。よろしくお願いしまこんす。にちは。こんにちは。よろしくお願いします。じゃあ、ギャップさん、こんにちは。よろしくお願いよろししくまおす。願いします。はい。じゃあ、ギャップさんから自己紹介お願いします。はい、わかりました。皆さん、こんにちは。はじめまして。私の名前はジョン・ワン・ギップです。ギップと申します。今年は23歳になりました。私の趣味はサッカーをすることです。私の家族は6人です。ドンタブから来ました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。日本に来たことありますね。はい、あります。その時、どんな仕事をしましたか？私の仕事は、型枠の仕事です。型枠ですね。はい、どのぐらいやりましたか？1年間ぐらいやりました。 1 年間。その後、どうしましたか？その後は、実践の試験は失敗したら、それは、今、ベトナム帰りました。じゃあ、ベトナム帰って、もう一回特定技能の試験受けましたね。日本に試験受けました。あ、日特本に定いの。るうちに試験受けました。はい、そうです。わかりました。日本語能力試験、合格しましたか？語学しました。はい。わかりました。どうして農業興味ありますか？他の仕事はやりたいから、それにも、日本にまだ戻りたいから、それは農業の試験はしました。わかりました。日本に戻って農業の仕事、どのぐらいつ、あの、続けられそうですか？もし受かったら、3年とか5年とか、やりたいです。農業の仕事、畑もあります。そしてハウスの中、暑い。寒い時は寒いですが、それは、わかりますか？わかりました。大丈夫と思います。前は私、大変仕事はやりました。それは、大丈夫と思います。はい。身長何センチありますか？私ですね。1メーター。高さですね。高さですね。高さは1メーター64センチメはい。何キロありますか？ートル。60キロ。60キロですね。まだ結婚してないですね。そうです。でも、恋人がいました。恋人はどこにいますか？宮城県です。宮城県ですね。はい。家族何人いますか？今ですね、今、6人です。祖母さんと、両親と両親です。両親と両親ですね。両親は妹は二人がいます。両親2人いますね。はい。妹2人と上はいますか？言えないです。私、一番上。じゃあ、5人？お父さん、お母さんと、祖母妹、さん。私、6人です。6人、祖母さん、弟、はい、弟。い。わかりました。日本に来て大変なことは何でしたか？多分、季節と思います。時々寒い、時々、暑いから、それはちょっと大変です。でも、ベトナムは、ベトナム、最初から暑いなった、それは、私ですね、寒い天気だけ、ちょっと怖ります。寒いのちょっはと、苦手。ベトナムではどんな仕事をしていますか？ベトナムですね。
今、家族ってちらって言います。それは、いろいろな仕事を、うち作ります。それは、畑、します。時間は、em nói tiếng Việt nhé. Với cả chăn nuôi gia cầm.畜産ですね。じゃあ、畑の野菜作ったり、畜産の仕事手伝ったりしていますね。あと、家今建てていますか？はい、出ています。わかりました。血液型は何型ですか？血液すいま型。せん。出ません。もちろん。血液型は A か B か O か AB、どっちですか？A です。A ですね。はい、わかりました。今まで日本に来たとき、またもっと前、病気、何か大変な病気かかったことありますか？ないです。点滴やったとき、背中が痛かったとかなかったですか？Em không hiểu, em không hiểu. Đúng rồi, em đi làm xây dựng, em có vác vật liệu nặng, em có bị đau lưng hay là bị đau vai gì, cũng phải em làm xây dựng chưa? Dạ không ạ. Dạ em làm xây dựng nhưng mà em vác nặng đồ bình thường. わかりました。問題なかったね。タバコを吸っていますか？吸っています。一日何本ですか？8本ぐらいです。8本ぐらい。はい。わかりました。今日これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。